はい、こんにちは、矢田部です。こんにちは、大石です。今日はですね、チームのセレクション、あの来年とか来年続行中、来年続行中続行しますよと、はいね、続行中か続行中あの年内はあのこの収録してる、あれ昨日で最後、昨日で最後です。ずっとボケてるこっちも練習、チームの練習が回ってない。また今日元気です。今日元気です。やめてください。今日は大丈夫です。あのお客さんに失礼ですよ。すいません、疲れてる姿見せちゃいけないんだから。見せないね。来年は、夜19時の練習会とか、セレクションという形の時間は取りません。もう直接チーム練習に参加してもらって、その中で合否決めていくという形にしたいと思います。その中で、まあ、ある意味体験練習みたいな形にもなるし、やれますかっていう形だよね。まあ、ゲーム形式ばっかりだから、そうですね、いいんじゃない、はい、でどうするかっていうところですね。エントリーはまだまだあの募集しております、はい、で新中1に関してはあのまだね、受験生のことが多いよね、うちね。あ、そうですね。なんでそういった部分もあるんで、これからね、まだ探してるよっていうことか、あと本当に来年中学校行きながらクラブチームね、あの休んだらダメだとかって言われたりするとかっていうのも、あの心配しないでいいんじゃない、だって土日だけだもん。そうですよ ね。で実際本当にみんな遠くから来てくれてるよね。結構遠いところ、遠方からすごいよね。すごいですね。本当にありがとうございます。ありがとうございますね。でも実際子供たちすごいもんね。いや本当にすごいすごい、あのこれね、見た方がいいって言っちゃあれなんだけど、今まで類を見ないチームだと思うよ、これ今内容が。ちょっと新しすぎない？いや、そうですよね。なんかめっちゃ笑顔ですもんね、みんな。そう、とりあえず笑顔弾けてて、で、すっげえガツガツやってて、あの、意味がわからない。やばいですよ、もう自分股抜き何回されたことか、やったから、なんかこう教えてないのにポテンシャル爆発みたいな、はい、確かにそうですよね。やりたい放題っていう感じだよね。はい、だからあの学年ね、いろんなの混じって今やってるから余計多分周り見えんだよ、怪我させたくないとか、効率にパスこんなん出したらとかって、こうある意味ほら誰かの不得意なマルチタスクが自然と身につくんですよ。俺だぞ。ここにいますよ。あれ、今のこの声で分かる人は相当このチャンネルフリークですよ。さあ、その俺は誰なのか。まあそれはね、マルチタスクをね、検索すれば、ね、出てくる。まあね、まあとにかく、セレクションはもちろんやります。でエントリーしてもらえれば、見ます。で実際体験してみてください。あのこんなんないよ、ね、ないよって言って、まだね試合やってないんで結果とかねどうなんだって話でね、思う人いるかもしれないんだけど、あの試合結果とかどうこうは後からついてくると思います、それ以上に今の現時点でお子さんが今まで見せたことのない顔を見せてるっていうのが今のうちのチームの現状です。だってお父さんお母さんの存在忘れてるだろあいつら。絶対忘れてる。やってる瞬間全部忘れてるよね。はい、こんなにさ、近いはずなんだけど忘れてるよね。で子供たちだけですごい勢いでこう言い合いしてるよね。確かに言い合いしてますね。いい言い合いだよね。あの年上とか関係で迷子だよみたいなね。みたいな。でそれ許せるっていうのもまたね、偉いけどね。だからそういった部分が今現場で起きております、なので、小学校のね、今現在2年生だ、新小学校3年生から、中学生の方までね、中学生のもう2年生まで OK にしましょう、あのね、来た方がいい、はい、誰も怒鳴ってない、確かに誰も怒られてない、はい、もうキャッキャ言いながらすげえ、うおーっていうリアクションだけだよね、何それっていうね。まあ本来だよ、本来そうあるべき、そうですね。だから一回来たら、大人も子供も楽しいと思うんだよね。ちょっとね、で今自分に自信ないよってことでも食らいつくことで多分いいことあります、
で実際ね低学年とか必死で食らいついてるもんね確かに確かにめちゃめちゃ必死にボロかけてますね、うん、ね、うん、子供同士でどうこうなんだよ、あの大人に怒られるじゃなくて子供同士でパスをしっかり止めようっていう味方の信用を得ようっていうのがひしひしと感じるじゃん、うん、あの期待を裏切りたくないって感じ仲間の、はい、うん、でそういった一生懸命な感じはいいよね。そうですね、なんかねそれなりに結果出さなくちゃって自分でなんか一生懸命もがいてる感じいいよね、はい、でそこに対してちゃんと声かけしてる子がいるっていう、うん、うん、変なこと言ったら俺やっつけるもんだってピピピって言えばイエローカードだってそれはそれはまずいっていうのねあるんで、安心して来てもらえると今現在チームのね監督コーチとの人間関係お子さん同士の人間関係困ってる方、来た方がいいと思いますよ。そうですね、なので、そういった部分ぜひね、体験兼セレクション、まあ、合否は出します。ただちゃんと 見るから、うん、でとは言っても基本的にはよほどの問題ない限りは普通にやってもらおうと思ってます、うん、ね、合わないんだったらまあそれはそれだから、はい、なので、ぜひね、セレクションエントリーの方お待ちしております。ということでチャンネル登録お願いします。